このプロジェクトは、もともと1974年、に、アメリカの実験音楽家であるデビッド・ジューダーが、構想した、まあ、コンサート計画で、で、まあ、大元にある発想としては、島を丸ごとこう楽器にするという、で、具体的に何をしよう、としたのかっていうと、まあ、島のあちこちに、まあ、こういった、かなりその方向性が、高い、スピーカーを設置して、で その、そこから流す音として島の別の箇所で、録音された音を流すと、でそういった形で、まあ、その島の中にそのサウンドビーム、音のビームをこう張り巡らせて、でそこをまあ観客を歩くと。明日は晴れる。明日は雪が。隙はないんじゃないですか。なんか変わったよ、まだ予報が。ウザーニュースはこんな感じ。11時くらいから3時の間で、ね、降ったり止んだりっていう感じですよね。だからまあこれが抜けたら頑張るってことかもしれないね。うん、大丈夫だと思います。これもね、あいつをあそこに置いてくれって言わないといけないから。そうね。ずれてなそうだけど、これが、ああ、今日は結構綺麗だ。どうしよう、はい、これ持ってもらえます。気分どっかで止まってもらった方がいいんすかね。でもなんか止まんないと普通にスルーしちゃいそうだよね。多分この辺で一回止まってもらう感じですね。横じゃなくて切り行ったらダメ。いや、スピーカーのあの素子も見えつつジャッキー見えつつこの辺この辺じゃなくてこんな感じで止まってもらうと多分決め的にはいいんじゃないですか。この辺は割と聞こえるよ。確かに。そうだね。この辺にしましょう。この辺がいいかな。これはそこでなってる。あいつがね、なかなか難しい。あれ。いい。良さそうっすね。
で、昨日の位置までなの。